男子決勝、チェコ対ロシア1998年、長野オリンピックのアイスホッケー競技は、1998年2月7日から2月22日までの競技日程で行われたアイスホッケー競技である。競技は、長野市内のビッグハットとアクアウィングの2会場で行われた。この大会から、初めて女子種目が採用された。 ビッグハットアクアウィング女子種目が初採用された大会であるとともに、北米アイスホッケーリーグ所属のプロ選手の参加が初めて認められた大会でもあった。競技では男子14カ国、女子6カ国が参加して行われた。男子ではシードの6カ国と非シードの8カ国に分け、最初に非シード国が4カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当たりの予選を行った。 予選リーグの1位チームのみがシードとの決勝ラウンドに進出し、予選リーグにいいかは、それぞれ9位決定戦、11位決定戦、13位決定戦に進んだ。決勝ラウンドは4カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当たりの予備戦を行い、予備予選の順位に応じて、準々決勝へ進んだ。準々決勝以降は、トーナメント方式で行われ、最終順位を決定した。 女子では、参加6カ国による、総当たりのリーグ戦を行った。リーグ戦の上位2チームが決勝へ進出し、リーグ戦3位と4位が3位決定戦へ進んだ。予選リーグ A 組予選リーグ B 組13位、決定戦11位決定戦9位決定戦、決勝ラウンド A 組決勝ラウンド B 組、準々決勝準決勝3位決定戦、決勝最終順位決勝ラウンド3位決定戦。 決勝最終順位、ありがとうございます。